はいどうも、タークです。あのような人とつながれる機会なんでしょうね。で今回はなんかあんま僕好きがわからないんで、ちょっと体験版をね今回やっていきたいと思います。これで面白かったらね、面白くてもう僕が発狂しまくったゲーム動画にならないぐらいだったらちょっと買うのをやめたいと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。新規ゲーム、あ、そうそう、最初一回やろうとしたんですけどちょっとやめました。ということで2個目のセーブデータでやっていきたいと思います。より没入できるように明かりを消してヘッドホンでプレイしてください。And we have breaking news that arrives from the north of the state. あ、俺この声好きだわ。Here we have Mary Jane Anderson. なんかバイオハザードのラジオで聞こえそうな曲。Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. え、面白そうじゃない？サイコゲームとかあんまやらないからさ。いや、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。さすがに俺明かりつけてるからさすがに怖い。 いる？真っ暗な中でこんなゲームする人。僕だったら絶対ですね。この電話の音が GTA 感。 Hello?あ、この人がマークなんだ。Yeah, sorry. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. あ、なんだ。I need you to make contact with my mom. 会いたいんだね、やっぱり。そうだよな、絶対会いたいもんな。これは待合席かな。家か、自分の家か。あー、もうこれちょっとダメかもしんない、ダメかもしんない、ちょっとダメかもしんない。俺さ、たまに現れるやつだったらいいけど、なんかそういうずっといる、ずっといてそいつから逃げるゲームとか俺ちょっと好きじゃないんだよね。ほら、なんか急に始まった。あの感度めっちゃいい感じ。発信、これ待って、俺プレイ操作が分かんない、操作が分かんない、書いてないんだけど何も。My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. しゃがんだりとかできないのか、まだか、まだできないんか、わかんない。鍵がかかってます。お、何これ。明らかにこれ明らかにいるでしょ。なんであそこ鍵開けれないのよ、できてさ、これ鍵、何これ。まあ後で、もしかしたら後で繋がるかもしれない。僕走れないの無理なんだけど、これ明かりつけられる、なんでつけられないの。お前ここだけ停電してんじゃねえか。おい、あ、明かりついてたわ。これはごめん。上だ、拡大できる。家買えますかみたいなやつかな。英語読めないんでよろしくお願いします。で、どんな感じに声が聞こえてるか分かんないからちょっとマイク近づけさせてもらうね。ジェッキー、いや、めっちゃとりあえず立ってんだけど、怖い、今なんか今いっぱい適当なボタン押してみてんだけど、大体他のボタン、使えるボタンだと大体下がるか
前後左右かそこら辺のボタンしかない。あれ？もう触るのなくない？やばい、ちょっとめっちゃ怖いんだけど、面白いかもしんない。キーボードのホラーゲームやるの、キーボードで操作するホラーゲームいつぶりにやるんだろう。ちょ、マイ。What the hell? ね、そもそもなんで君はこんなとこに住んでるんだい。ちょっと音量下げていい？ちょっと音量下げさせて。正直言って友達とやりたい。多分ないのかな、なんか2人でできるゲーム、ホラーゲームでさ、こんなリアル感満載のやつ、なんか2人で協力していくゲーム。全然このゲームと関係ない話してんだけど。ねえ、音なくなるのマジやめてほしいんだけど。ちょっとヘッドホン少しだけ外させて。ね、閉めるのやめようよ。なんで閉めんの？ごめん、本当にごめん。本当にごめん。本当にごめん。もう今ので分かったでしょ、ビビりなんですよ僕は。もう言いますよ、ね、なんで閉まると、なんで閉まる、なんで、は？ちょっとやっぱちゃんと実況者なんで、ちゃんとヘッドホンつけます。ちゃんとこれできなかったらもうね、進めないから。赤ちゃん助けてやろうよ。何助けんの？あれ？準備できましたからお入りくださいみたいな感じで、やだよ。いや、ごめん。本当にごめん。マジで怖い。ヘッドホンちょっとだけ外してほしい。お分かりいただけただろうか。ちょっとやっぱちゃんと実況者なんで、ちゃんとヘッドホンつけます。ちゃんと。絶対怖いじゃん、こんな。あれ？さっき来たとこじゃない？え？は？これか。なんか時計の文字おかしくない？ 6 なんか7がなんか変な文字。あ、海外の時計がこんな感じだったら僕は謝る。でも僕が思う限りは絶対この時計はおかしい、うん、誰か調べてみてください。テレビだ。怖い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 。まださ、配信でさ、みんながいるんだったらわかるけどさ、俺実質一人だからね。実質一人でこんなでっかい声でわーわー言いながらさ、自分の声にも驚いてさ、
this breathing. これあの翻訳あるじゃん。翻訳がほぼ四角なのね。わかるわけないじゃん。ねえ開いてるよ。俺急にこれさ走れとか言われたら俺もう絶対嫌だからね。走ることなんかないもん。でもワンチャン走らないゲームってことは時々驚かしてくるだけでワンチャン襲ってくることはないかもしれないっていうのは私にとって最高、うん、最高、うん、レバーある。誰かいますか。絶対ここだよな。え？なんだ開くん本当に。ここ音楽消えるとこだよ。いちいちさこの音楽が消えるのはこれさ機関車トーマス、俺あこれ機関車トーマスについてった方がいいんかな。トーマスかな顔。全然編集でこれかトーマス入れとくか。はい多分入れてない。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。 手がちょっと。オッケー、手洗った、手洗ったというか、ちょっと無理かも、無理かも、やばい、無理かも、ちょっとやばいわ、このゲームやばいわ。あ、これ下がらないといけないの。ちょっともうちょっと早めに動きたいんでDPI を上げさせ、あ、感度をね、上げさせてもらいました。いやでもクオリティすごいね。体験版でこれだよ。体験版、うん、でもこれ1700円だからね、僕からしたらいいと思う。めちゃめちゃ傑作っていうかいい作品だと思います。さっきから全然違う話してるね、ほんとごめん。ビビりすぎてビビりすぎてもう話してる暇ないっていうか、このえ、もう行くとこないよ。あ、なんかさっきあったじゃん、なんか拾ったじゃんさっき。それを何かにくっつけるみたいなあるかもしれない。全く全然どこも見てないからさ。なんかある、なんかある。ちょっとさこれ行く角度限られてるからさ、これ何かのパスワードかもしれない、もしかしたら。もう一回見よう。この家がピンクで、これロック
6緑だから6 69、あ、違う合ってるわ、69516951、覚えとこう、6951ね。パスワード打つとことかなくね、6951。なんか僕覚えるためになんかずっと言ってるんで、あ、これじゃん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 、ちょっと待って、これじゃん、これじゃん、これじゃん、6 6 9 5 1、これで開くんじゃない？6951じゃん。ごめん、違ったわ違ったわ。2、このピンクのやつよーく見たら俺6言ってたわ。よーくこうやって見てみたらさ、2だわ。2951だ。ごめん、本当にごめん。2951だ。2951。もう俺もう俺天才だからさ、2回で俺できるんだよね。あいだ、あいだ。え、鍵手に入れた。俺これ帰れ、出れるじゃん。俺もう、え、バイバイお母さん。え、最後なんか言っとく？ハッピーバースデー。なんで開かへん？え、なんか武器選択みたいなやつある？え、ないよ。あ、わかった絶対ここじゃん。ここか。最悪だ。もう2階に上がるとか最悪だ。ビビらしてくれね、僕を。うわあ、窓の外が見えない。ホラーゲームあるあるだよね、外を見させない現象。外に出た時しか見させないよね。なんか暗くない？明るす設定とかできないかな。俺今どれぐらいやったかも忘れたもん俺。これどうなんだろうね。俺さ、セーブするとこもないからさ、この終わった場所でセーブされるんかな。もし長くて俺ちょっとやることあるから、それ以上下ま上回らないようにするんだったら、俺もあと10分20分ぐらいしたらパート2行きたいんだけど。あそこから出てこないのは分かったから、ちょっとここはあんまビビらずに行くね。これで出てきたの？え？あ、
これで終わり？イービルインサイド。なんか強制で終わった。強制で終わったんだけど。真っ暗だと思うけど、なんか戻す。終わっちゃった。なんか開けないね。いやでも面白かったね。いやめっちゃ怖いんだけど、その中に楽しみがあるというか、これやりたいかもしれないな続き。ちょっとお金が貯まったら、いやでもどうだろうな。多分やるかな。多分僕の鼓膜のせいで何百人何十人の人が鼓膜破れたと思うんだけど、ちょっとねこれからもちょっとやっていきたいと思う、このゲーム。お金がある時に、めっちゃ面白かった。なんていうの、なんかそのお母さんを話したいのかな、なんかそういうの分かんないんだけど、すっごいめっちゃ感想得たらけど、めっちゃ面白い本当に。僕の見終わってから、僕製品版買うまでに先にやってもいいし、僕の続きをね、見たい方はそのままね、待ってくれても嬉しいので、とりあえず僕の、投稿をお待ちください。めちゃめちゃね、投稿する頻度少ないと思いますけど、こんな感じでね、楽しくね、楽しくっていうかね、意味わからない話とかしながらね、ホラーゲームとか普通のなんかバカゲーとかいろんなねゲームやっていけたらなと思います。じゃあね、もしよかったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバイ。